FM 横浜 EK Radio 新君の夜のチュースデー FM 横浜 EK Radio 新君の夜のチュースデー、안녕하세요クロス人の新です。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は2020年で一番印象深かった人は誰ですか。なかなか難しい質問ですね。誰だろう、僕はシンジちゃんかなと思います。サンドイッチを食べて腰がこう奇跡的に治ったから印象にちょっと残ってる感じがあるんですけど、この答えの意味がわからない人はトラストミーシンスファミリーバージョンの、YouTube でご覧ください。そしたら何を言ってるかわかると思います。シンジちゃん印象にすごい残ってます。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、本当に寒くなりましたね。皆さん風邪気をつけて、本当に元気よく、一日を過ごしましょうね。明日も今日の、夜の締めくくりはしんくんが皆さんと一緒にしたいと思います。最後まで聞いてください。さあ、でオープニングナンバーはこの曲です。 SG ワノビタイムレス。어쩜살아가다보면한번은날찾을지몰라난그기대하나로오늘도힘겹게버틴걸난참기억력도좋지않은데왜너에관한건그사소한추억들까지도생각이나는지너를잊을순없지만붙잡고싶지만찾을지몰라난그기대하나로오늘도힘겹게버틴걸부디하루빨리좋은사람과행복하길바래그래야만내마음속에서널보낼것같아너를
시즌의 추억. 今週から皆さんのクロス人の思い出を紹介します。ラジオネームコスモスさん、アンニョン。シン君の物語はいっぱいあります。一番最近のドキドキ体験は、ファンミーティング時です。抽選でポスターに全員サイン書くが当たりました。シン君の前で喋れない私が、勇気を振り絞り、さらによ、しんくんは笑顔で知ってる、笑顔でいるのが、精一杯の私ですが、内心は天に昇ったようにすごく嬉しかったよ。よく言ってる言葉知ってるだけど最高に嬉しい言葉です。私を知ってくれるんだっていうメッセージですね。はい、ありがとうございます。皆さんの愛情は、僕が一番知っていると僕は自信を持っています。そして僕の愛情も皆さんが一番知ってくれますよね。シンくんのことを忘れちゃダメですよ。では次の思い出を読んでみましょう。ラジオネーム、シンくんのお姉ちゃん。シンくん、こんばんは。クロス人の思い出はすごく暑い日、大阪のサンマソニックです。あ、そうですね。大雨でクロス人もびしょ濡れのステージで、滑りながら歌ってくれました。野外ステージで、本当に広い会場でした。朝4時から友達と並んだことも良い思い出です。クロス人の好きな曲、手紙です。しんくんも、体に気をつけて頑張ってください。あ、サマソニックすごい懐かしいですね。確かにあの日はすごい雨が降ってて、しかも初めてのサマソニックだったのですごく緊張もしていましたけど、ファンの皆さんが一生懸命応援してくれたのですごく嬉しかったです。そしてサマソニックやっぱりこう、やっぱ言ったんですけど初めてだったので緊張もしたんですけど、もうドキドキする気持ちもあったし、あー、なんかこうファンの方以外の方もうやっぱ合うんじゃないですか。そういう時にこう私たちを初めてこのサマソニックのステージでこう見る方々は僕たちのことをどう思うかなっていうこともすごく気になった記憶があります。皆さんは、またどういう思い出を持ってますか。僕はいいですね、こうやってなんかこうファンミーティングのこととか、サマソニックのこととか思い出すと、やっぱそういうことをやってきて今があるんだろうなってすごいいつも思っているんですけど、それが皆さんにとって今日一日で一生懸命頑張って生きる力になってたらいいなってすごい思ってます。この思い出を一緒に持っている方も、あ、まだ持ってない方、もしかしたらこの時にはファンじゃなくて一緒にこう感じれなかった方とかも、こういうメッセージを通していろいろこう僕との、そしてクロス人との感情を、一緒にこう感じたいなってすごい思います。皆さんが、本当に好きです。そういうことで、僕はラジオネームしんくんのお姉ちゃんのリクエストの曲、クロス人の手紙をお送りしたいと思います。それでは聞いてください。クロス人で手紙。あなたを思うと心から笑えそう、言葉じゃ伝えられそうにない、だから書き留めよう。
気持ち誰も代わりはできないことわかってる離さないよずっと君なしじゃもう生きれないそれが僕の真実だから嘘はつきたくないあなたを I'm feeling the same on my sticker letters 心荒らして書き出してたら聞き飽きるほど声にしか聞こえた Tell me now, let me fly, let me bow To your heart, to your L Don't let this affection die, yeah 数え切れない papers and pages And I can write to you forever, yes, endless あなたを想う送りしたのはクロスチンで手紙でした。シンくん韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国語を教えちゃいます。今回はシンくんが作れるキムチチゲの材料を、教えます。まず豚肉はテジゴギテジゴギマネ、はい、よくできました。そして豆腐もあります。豆腐はトゥブトゥブマネ、はい、よくできました。そしてネギはパパマネ、玉ねぎはヤンパヤンパマネ、はい、100点満点。そしてニンニクはマヌルマネル。マネ。はい。そして一番大事な、キムチ。キムチ。マネ。完璧でーす。そして、これはもう、気分によってなんですけど、唐辛子も、はい、入る時もあるので、唐辛子はコチュ。コチュ。マネ。はい、よくできました。今日は、っていうことで、豚肉、豆腐、ネギ、玉ねぎ、ニンニク、キムチ、唐辛子を韓国語で、教えてみました。もう一回復習してみましょう。豚肉は、テジゴギ。豆腐は、トゥブ。ネギは、パ。玉ねぎは、ヤンパ。ニンニクは、マネル。キムチは、キムチ。唐辛子は、コチュです。家庭によっては、作り方が少しずつ、違ったりするんですけれども、基本的には鍋にごま油を入れて豚肉とニンニクを一緒に炒めてお水を入れて具材を、入れて煮込んで味付けすれば完成します。卵や納豆を入れる人もいるのでいろいろ挑戦してみてくださいよ。はい、そしたら次の曲に行きたいと思います。次の曲はチョソンモ To Heaven。
자는 거니 어떻게 지내는 거야 나 없다고 또 울고 그러진 않니 매일 꿈속에 찾아와 제자되던 너 요즘은 왜 보이질 않는 거니 お送りしたのは조성모 to heaven でした。반짝반짝ニュース。ここで韓国の情報を伝えます。ラジオネーム新ラーメンさん、新君アンニョン。アンニョン。韓国のデリバリーの、頼み方を教えてください。以前新君がどこでもデリバリーしてくれると言ってましたが、目標物がなくても大丈夫なんですか？これはシンシンに答えてもらいましょう。シンシン。はい、シンシンです。アプリがあるのでアプリをダウンロードすれば簡単に注文できます。届けてほしい住所を登録すれば基本的にどこでもデリバリーをしてくれます。はい、シンシンが今日シンプルで、正確にこう説明をしてくれたんですけど、昔はこういうアプリがない時はお店に直接電話してお店でこう届けてくれるっていうことだったので、距離的にも遠かったら、デリバリーができない場合も多かったです。でも最近はこうアプリとそういうこうデリバリー専門の、お店っていうか企業ができて、
デリバリーだけをやってて、やっぱこう本当にどこでも頼めるようになったんですよ。だから家から遠い場所で、ある食堂の、食べ物も、家で食べるようになったし、皆さんがよくご存知なハンガンとかでも、チキンとか頼むときに、場所を自分がどこにいるかちゃんと入力すれば、本当にどこでもこう届けてくれるっていうすごい文化があります。僕はすごい魅力的な文化だと思うし、皆さんがこうちょっと面白いなと思うところだとも思います。はい、じゃあそれでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は君を사랑한다는흔한말FM 横浜 EK Radio クロスシンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio シンくんの夜のチューステイいかがでしたか。はい、今日の夜は、楽しかったですか。僕は、皆さんとこうやって毎週毎週話せる気がして、すごい楽しいです。やっぱりこうEK ラジオがあったこそしんくんがこういるなっていう感じもするし、すごいこうありがたい気持ちもあります。皆さん、ブログもぜひ毎回チェックして、ブログにコメントとかも残してください。僕もブログをよく読んでます。そしてやっぱりみんなに一
一日でも早く会いたいなっていう気持ちが溢れてて、どうすればいいかなって僕の毎日の悩みです。じゃあ、本当に僕も今日すごい楽しい時間でした。また来週も何をするか、楽しみにしてください。さあ、ここで明日担当のハヤト君に僕から質問します。僕結構これが気になってたんですけど、ハヤト君、シャンプーは何を使ってますか？これはハヤト君のファンの方々も、シン君も気になる質問だと思います。はい、それでは最後にシン君からリスナーの皆さんに壁ドンです。いつもいつもそばにいてくれてありがとう。僕もずっと一緒にいてあげるからね。 FM 横浜 EK ラディオ、シン君の夜の中、ステイクロス人のシンでした。アンニョーン。